すいません、ピンスポットお願いします。第4回赤羽橋高校文化祭女装コンテスト、コンテスト、イエーイ、ふぅ、もうちょっとテンション上げて。もう、はい、オーケー。今年もやってまいりました。司会進行は赤羽橋高校 OG で現在専門学生の高瀬くるみと、現役1年 A 組出席番号3番江口さや、2人合わせて司会者です。今日は私たちの名前だけでも覚えて帰ってくださいね。実は私、この女装コンテストの企画者ということで、卒業後も毎年イケシアシャーと司会やらせてもらってるわけですが、今年は一体どんなドラマが生まれるんでしょうか。おじいさん、このイベント何時に終わりますか。私の名前、高瀬でーす。いやー、本当に楽しみだね。塾があるので巻き目で進行お願いします。もう、それじゃあ早速トップバッターから張り切って行ってみよう。私は文化祭実行委員長の清野。女装コンテストの準備で悪戦苦闘の毎日。そんな中、突然現れたシンデレラボーイの原石。私の恋はこんな風に始まったの。ねえちょっと男子、女装コンテストに興味ない。文化祭まであと7日間、焦る私は実行委員長。ねえちょっと男子、誰か可愛いやつはいない。まるでスカウトメン。体育の授業中、この目に留まった超地味なメガネ男子。タオルで汗を拭う時、メガネを外した素顔にキュン。彼は気づいてないだろうね、自分の美しさに。絶対彼ならグランプリってか、私のタイプのど真ん中。あくまで仕事モードの顔で戸惑う彼をナンパした。自分の文化祭自己一緒の恋を、私の目に狂いはない。彼は美人な男の子、ショッケンライオン。自分の文化祭自己一緒の恋を、ランウェイの下で歩くだけよ、あとはうちらに任せなさい。安心して必ずスターにしてあげる。ちょっと上司、彼をもっと可愛くできない。メイク上手な女子はマジシャン、どんな男も乙女に変える。ねえちょっと上司、彼に似合う服はないかな。チャイナドレスも悪くないけど、やっぱり制服ね。他のクラスの男子もなかなか今年はハイレベルね。アニメのキャラクター、メイドや異国のプリンセス、肝心なのはビフォーアフター、ギャップがすごい方がいい。絶対彼にはかなわない。女の私もかなわない。あくまで仕事モードの顔で彼のビフォーを眺めてた。ショッケンライオン。閉じ込んだ文化祭自己一緒の恋を、ちょっとメガネ外してみて、やっぱりその方が可愛い。自分の文化祭自己一緒の恋を、本番までに作ってきて、簡単にいいでコンタクト。準備はバッチリ、狙うはただただグランプリ。僕なんかがグランプリなんて取れるもんか。グランプリなんて、グランプリ。私とクラスの仲間たち、空洞を開けた司会者が高らかに読み上げる。今年の女装コンテスト、栄えあるグランプリは